はい、一発始まりました。新年明けましておめでとうございます。はい、ということで一回ね、新春で一発目でみんな緊張してる感じでいきます。はい、はい、もう今年は寅年でね。あ、寅年ですね。家康も寅年なんですよ。すごいね。なんかね、今年寅だから寅ってめちゃくちゃ強いんですよ。あ、本当？だからなんかすごいこうパワフルな年になっていくかもしれないですね。パワフルな年にしていこうと思っています。うん、そのためにですね、今日はですね、新春なので年も明けましたし、はい、きっとね、元旦に目標を立てた人もいらっしゃると思うんですけど、うん、なんか元旦に立てた目標って、うん、3日後にはもうほぼ忘れてるっていうデータがあるらしいんですよ。なので、もちろんね、元旦に目標を立ててもらった方は思い出してもらってもいいと思うし、うんうん、でその中でちょっと今日はね、企画を持ってきたので、はい、その企画ももしよかったら乗っかっていただければななんて思っております。はい、ということでお願いします。で、今日のテーマをマリンちゃんの方から、はいはい、出してくれます。はい、2022年新年企画、苦手なことは苦手と降参して楽に生きちゃいます、スペシャル。はい、今日はスペシャルですね。はい、スペシャルでございます。じゃあ、はい、まずめに、あの、苦手なことは苦手っていうことで、うん、結構みんな言いにくい言葉でもあるし、うん、まあ、言いやすい人もいるかもしれないけれどね、うんうんうん、この苦手意識っていうものに対して、うんうん、私はやっぱり苦手の意識っていうのはもともとあったんだけれども、うん、それを努力して、うん、で上手になったりとか、うんうん、もっとお勉強したりとかして、うんうん、そしたらもっと楽しくなるよみたいな、うんうんうん、そういう風なことでずっと刷り込まれてたんですよ、うんうんうん、僕小さい時に親からとか、うんうんうん、あとは先生とか、うん、あとはちょっと大人になったら、うん、あの会社の方にとかね、うん、だから苦手なものを上手になるっていうことをしなければいけないっていう癖がうん、まあ、ついたかなみたいな、うんうんうん、だから楽しちゃいけないとか、あ、そうだね、あ、できませんとか、うんうん、これ苦手なので、うん、ちょっと無理ですとかっていう言えない自分がいたの、うん、言っちゃいけないようなね、雰囲気がありますよね。そうなの、うんうん、でそれを今日は楽に生きるってどうなんだろうって、うんうん、すごい私も興味があるんだけど、うんうんうん、そうですよね、うん、じゃあ次のスライドお願いしてもいいでしょうか。はい、うん、あの、日本で、うん、今のんちゃんが言ってくれたことって、うん、その教育でお父さんとかから言われたっていうのもあると思うんですけど、うん、日本自体が改善と改良の文化っていうのって聞いたことあります？うんうん、私ない。嘘。うんうん、そう、実は日本って改良と改善、うん、あるものをさらに良くしていくっていうのがすごく得意な文化を持ってる国なんですね。逆にアメリカはないものを生み出すのが得意、うんうん、だから食器とかのものとか、うん、そういう料理のキッチン用品とかでも、うん、どんどんなかったものを皮むき機とかでもどんどん便利にしていくとか、種を取る機械とかも便利にしていくとかっていう、ないものを生み出すのが得意なんですよ、うん、だからその代わり、うん、あの、例えば車とかも生み出すのは得意だけど壊れるんですよ、うんうんうん、そうだけど日本の場合っていうのは、うん、生み出すことはちょっと苦手な人が多いんだけれども、うん、逆にあるものをさらに良くする、うん、さらに良くする、うん、もっと良くする。電化製品とかそうやんね、うん、ずっとそうどんどん良くなってるもんね。どんどん良くなってる。へー、うん、だから毎年ね、新商品とか生まれてくるわけですけど、うん、だからどうしてもこれって親もそうだし、うん、みんなそうなんですけど、うん、育ってきた環境がダメ出しをされてるから改良改善をするっていうことができるようになるんですよ。なるほどね、うん、あんたそれダメでしょ、これダメでしょとか、例えばですけど、のんちゃんお洋服のね、ファッションの方だからあれですけど、もしお母さんとかから、うん、そのファッションあんたちょっとダサいわよとか言われたら、うん、ちょっともうちょっとおしゃれ、どうしたらおしゃれになるかなとか考えたりもするとかあるじゃないですか、うんうんうん、それこそのんちゃんのコーディネートでもお客さんにしてあげました、うんうん、あれ、もうちょっとこうした方がもっと良くなるかも、うん、みたいな感じで、うん、ある、うんうん、ちょっとしたことなんだけどね、そう、
だからやっぱりそれってある意味、うん、今のものはダメだからさらに良くするっていうものの中でのダメ出しじゃないですか。だからそれってちっちゃい頃からずっとやられてるわけですよね。で1日幼稚園の子でお母さんから35回ダメ出しされてるんですって、ダメって言われるんですって幼稚園の子。35回1日に、うん、平均。え、それってすごい子供、私子供の立場になったらめちゃくちゃ辛いことやね。そう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 。ってなった時にさ、もちろん自分の自信もなくなるし、自分ってダメな、こんなにダメなんだろうかと思うし、じゃあそこを這い上がれる子は、じゃあどうやったらお母さんから怒られないで済むかなって考えてきますね。小さい頃からね。そうそうそう、お母さんの顔色見て、どうやったらお母さん怒んないかな、どうやったらお母さん喜んでいてくれるかなって考え出す、もうそっから改良改善の文化が始まる。すごいね。うん。でもその頃から改良改善の文化だったら、それを繰り返しているとものすごい発明家やないけど、そうそうそう、すごい人になるんちゃう？うん。あるものを良くするのは本当日本人って天才的な才能があって、だからダメじゃないんですよね、本当にすごいことだと思うんですよ、それの才能があるって、ただ、そのダメなとこがいつも言われちゃってるから自信もなくなるし、結局こう常にダメなところを改良していく、改良していくってやるから、いいとこが見つからない、そうだね、そういいとこを見つけられなくなっちゃうんだよ。そうなると自分にプレッシャーかかってきて、小さいことでも、どうしてどうしてどうしてって言って、今度逆に考え方がこっちに行けばいいんだけども、こういう風に加工していって、私なんかとか自分なんかとか、そうなんだよね。それが大人になっても、マリンちゃんがいつも言われる潜在的な意識の中の一番こうの、心の奥底、っていうところで悩んでしまうのかな。そうだよね、這い上がれる人はいいんだよ、それを言われても、おっしゃーやるぞーって。いや、それあの兄弟が多い子なんか特になっちゃうかも。そうかもね、そうかもね。一人っ子だったらやっぱりなんでなんでって思うけど、お兄ちゃんとかお姉ちゃんとか、特に真ん中の子、の別にどうだっていいっていうような子、だったらいいかもね。でもね、結構3人兄弟いる真ん中は一番可愛がられづらいんだって。一番目は一番目で嬉しい。で2番目もまあまあ2番目として生まれた、けど3番目も可愛いんだって。だけど真ん中ってどっちかっていうとウェイトが薄くなるらしいんですよ。そうすると真ん中の子ほどどうやったら可愛がられるんだろうっていうのをすごく研究するから、気を使う子だったり、あの周りにいろんな目を張り巡らせて、どうやったらお母さんが喜んでくれるかとかを一番考える。じゃあ一番さっき言ってた一番最初の、上に目指すみたいな。そう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 。でもさ、子供の、まあ子供の話になってしまうけど、何回言ってもこの子あかんよねみたいな子もいるじゃん。それはそれですごい、あの幸せな性格してるよね。そうなの。でも何を言ったって怒ったってこうしゃってって、なんか行ってきますみたいな、全然動じない子とかって、兄弟の中にいくるっていう、まあ私は兄弟ってあんまないからわからないけども、お友達の話なんかするけど、それはそれで立派だなと思って。そうだね、何も感じないっていうのが一番いいよね。そうそうそう、動じない。そう。そうなれたらいいけど、慣れないと多分二極化してしまって、確かにね、ダメ、私はダメだからって言って、好きなところ、私の得意なところわかんないとか、私が好きだって思うこと自体わかんないとか、本当は好きなんだけど、好きって言っちゃいけない気がするっていう風に、どうせどうせって思ったり、逆にもう何でもそうだけど、ダメ出しとかそういう何か言われたら、よしもっとやってやる、もっとやってやる、もっとやってやるって頑張れるんだけど、ある時突然ポキッて折れて体壊れちゃったり、それこそ病気になっちゃったりっていうことも起きたりするから、本当どうじゃないっていうのができたら一番いいんだけど、どっちかに偏りやすいかもしれないです。はい、次のスライドもお願いします。そうで、やってるやってるやってるっていう人の方がポキッと折れたら結構ダメージ強いもんね。そう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 。だからそう言って本当に20代30代のうちはね、克服するって言って頑張ればいいんだけど、ある程度の年齢いった時に頑張りすぎて、でもうまくいかないってなった時に、途中でポキッてやっぱ折れちゃうことがあって、そうなった時に結構大変になっちゃうね。
だから本当にその克服するとか、うん、完璧になるっていうね、さっきのね、その時取る人たちって絶対そうだよね、うん、そう、完璧を目指しちゃうじゃない、うん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 、でしかもね、これって多分だけど、うん、いつもダメ出しされるじゃん、うん、ダメ出しされるから、うん、ありのままの自分はダメって思いは言いやすい、うんうんうん、経験ある。嘘。例えばどんなどんな。まあ、私あの、うん、前言ったと思うんだけど、15年間、うん、社員っていう組織に入ってたんですよ、うんうん、でその時に私は、やっぱりできないことをできないと言うなって言われるオーナーのところでお仕事を、うんうん、できないことをできないって言っちゃいけないんだ、うん、でもそのおかげでできないことを克服したことによって、うん、できることがたくさんあるっていう、今はすごく感謝してるんだけれども、うんうんうん、その時すごい辛くって、うんうんうん、それで結局できないことの方が多かったわけ、私が、うんうん、それでずっとこうにやってた時に、完璧完璧完璧っていうことで完璧にしようって思って、絶対これは100点満点よしっていうところまでやらなければいけないって、ねばならない状態になって、でそれをダメだとかなんとかって言われた時にやっぱり傷つくよね。で完璧を求めるあまり、だからそこのところでものすごくなんかこう、あのまたすごくしんどくなって、うん、でも私のいいところはしんどく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 なった時に逆転のスイッチが入ってるので、クソみたいな、うん、今に見ておれ、見ても、見ておれパワーが出るんだけども、うんうん、もしそうじゃなかった場合、うん、もう何も全部これダメ出しされてると、うん、どん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 私は何もできないって思って、うん、で逆転パワースイッチがないと私引きこもりになるかもしれないって思ってた、うんうんうん、会社行くの嫌だみたいな、うん、あーね、嫌になっちゃう、ね、できたのかって毎日聞かれるから、うん、聞かれることが怖い、うんうんうん、だからそういう風にどうなってるんだとかなんとかって言われることの方が、うん、そっちの方が恐怖になってしまって、うん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 、できるできないとかじゃなくって、うん、言われることに対しての恐怖、うん、だからなんか質問されることがもう怖くなっちゃうよね。だからその時に、うん、無理ですとか、うん、あのできないですとか、うん、っていうところもあのとことんまでやったんだっていうところだったら弱い、あのなんていうのこう許されるんだけど、うん、中途半端にやったことは許されないっていう感じのところにいたんです、うんうん、だからとことんまでやって、うんうん、とことんまでやって、うん、本当に追い詰められながら頑張った自分は、うんうんうん、偉かったと思います、うんうんね、だから本当にね、そのある程度頑張るっていうことも必要だと思うんですよ、うん、そうそう、うん、じゃないと本当に何が辛くて何が楽しいかも分かんなくなっちゃうから、うんうん、ある程度本当に追い込んで頑張るっていう時期も誰しもあってもいいとは思います、うんそうそうそう、一度はね、一度か二度か三度かはね、うん、そう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 、だけどずっとそれをやってると、うん、そのよっしゃやってやるぞ、うん、こういうなんかね、もっとそいつに言われないようにやってやるぞってなっていくと、うん、脳はアドレナリンという幸せホルモンを出しちゃうんですよ、うん、そうするとその感覚を味わいたくて、うん、また大変な方、うん、大変な方、うん、大変な方、うん、癖がつくのね。そう でも乗り越えた時のその達成感でアドレナリンが出るから心地いいし気持ちいいんですよ。なんかマラソンとかその世界みたい。そう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 、だからそれに気づかずにどんどんアドレナリンが出ちゃって、うん、何クソ何クソ何クソってやってるうちにちょっと麻痺しちゃうから、うん、もう本当に薬みたいな感じで、うん、でそこに体が追いつかなくなった時にパタって倒れちゃったり、うん、燃え尽き症候群みたいになっちゃって、もう私動けませんみたいになっちゃったり。じゃあさっきの、うん、あそこの今日今出してた資料、うん、ちょっと大きくしてもらっていいですか、うん、できることが触れとかなんとか、うん、デメリットとメリットとかいろいろ書いてあるのは、うんうんうん、結局さっきのマリちゃんに作ってくれたし、うん、できることが増える、完璧になると、うん、できることが確かに増える、そうそうそう、うん、その部分やんね、うん、ちょっと読んでもらっていいですか、うんうん、できることが増えるっていうのは克服してね、うん、完璧になっていいことなんだけど、うん、その反面、うん、他人との比較材料ができちゃうんだよね。あ、人はできるけど自分はってことっていうのもあるし、うん、例えばさ、うん、例えばだよ、うん、パソコンでもワードができます、うん、打つのができます、うん、だけど、うん、それでもっと資料を作れる人がいます、うん、います。そうなってくると、うん、あ、私打つだけじゃダメじゃん、うん、じゃあ資料作れなきゃいけなくなるよね、うん、でまた資料を作る、うん、そしたら今度もっとできることが増えなきゃ、うん、すごい人が現れちゃう。あ、スキルアップね。そう、
っていう形で、うん、カウンセラーでもそうで、カウンセラーの傾聴の学びました、だけどもっとすごい人がいましたってなったら、あ、私その人みたいになれてないからもっとすごくなんなきゃいけない、完璧を求めるわけや。そうだからできることは増やす分、うん、やっぱさみんな時間って平等じゃん、うん、その中でできることって限られてるのに、うん、でも増やしちゃう、うん、できることのコマを、うん、そうしたらそのコマの部分に対して浅くなるじゃん、うん、どうしても、うん、そうね、うん、でも浅いっていうと、うん、周りにもっとすごい人が絶対現れてきて、うん、できることが増えるからできるとは言えるんだけど、うん、じゃあこの人と比較したらもっとできないよね、うんうん、ってなってまた自信なくなるから、うん、もっとやんなきゃってなるじゃん、ねばならないになってしまうんだ。そうじゃないとその人に、その人は例えば英語でもそうだよね、うんうん、外国の人ってあんまり完璧主義じゃない人多かったりすると、うん、ハローとか、うん、日本語喋れますよって言って、うん、何喋れるんですかって言って寿司とか、うん、天ぷらって言って、うんうん、それで喋れるって言っちゃうんだ、うん、みたいな、うん、でも日本人ってちょっと喋れても喋れないって言うじゃないですか。わかる、うん、あれどうしてどうに違うんだろうなと思ってしまうぐらい違うよね。そうだから結局それって人と比較してる、できる人と比べてるでしょ。だけど本当に英語が大好きで大好きでっていう人は比較するんじゃなくて楽しいから喋ってるでしょ、うん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 、だから寿司とかなんとかっていうその楽しみ方が日本語でも日本人でもハローっていうだけで喋れますっていう風に受け止めると楽しくなるもんね、うんうん、そう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 。だからあんまり比較してないじゃないそれって。そうだね、人と比較してできてるできてないじゃなくて、私は日本好きだし日本の寿司喋れるっていうのだけで寿司って言ってる。それがすごいハッピーな感じやもんね、うん、そうそう、別にそれって誰かと比較して私は寿司しか喋れないから喋れないって言ってるわけじゃないじゃないですか。そうだからできることを増やすってことは本当に完璧を求めちゃう、うん、逆にできることがあんまりないと思ってれば、うん、こんぐらいしかできなくても全然いいですよね、うん、ってなれる、うんうん、自分ができるってことがすごいと思えばそれでいいやもん、うん、そうそうそう、できちゃうからすごいって思うじゃん。そう思う、私そういうタイプになった、うんうんうん、会社辞めてから。おすごい、うん、そうできないと思ってればさ、うん、ちょっとでもできた時にさ、うん、すごい自分ってなる。天才って思うもん。思うよね、うん、そうできると思うからさ、うん、うわって人とがもっとすごい人が現れた時に、うん、うわ私ダメって思うじゃん、うん、だから最初からできないと思ってる方が気が楽だよね。楽、うん、そうだからできることを増やすって本当に私は幸せなのかなと思っちゃうし、うん、そうだね本当にそうだね、うん、そうそうそう、で選択肢もね、うん、いっぱい増えちゃうから、うん、結局じゃああなたは何が強みなんですかって言った時に、うん、あれもできるしこれもできるし、うん、あれもできるこれもできる、うん、あれもできる、えだから強みはって言った、うん、みたいな、うん、わかんないってなっちゃう、うんうん、だから結局、うん、私何もできないんですみたいになっちゃったり、うん、言わされてるのね。そう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 、質問でね、うん、そうだから20年ずっと同じ会社にいるっていう方に、うん、何が会社ですごい得意とかあるんですかって言っても、うん、いや20年ってないわけないよねって、いろんなことやりすぎてわけわからなくなってるんだよね、うん、自分の得意なところがね、得意なことがうん、得意なこと当たり前すぎちゃってできちゃってるから気を使わなくてもそれが当然になっていて分かんない、うん、もう全然そのこっちだ第三者から見ると、あれもこれもあれもこれもできるすごーって思うのにね、うんうん、自分自身の中でできるっていうことの自己肯定感が低いってことやな、うん、そうそうそう、だから気づけなくなっちゃうんだ、いっぱいできればできるほど、うん、当たり前すぎてね、うん、だからもう本当にできることがいっぱいあること自体が苦しくなるし、実際にこれ選択肢の中でも4個以上選択肢がある時って人間はストレスになって選ぶのをやめてしまうっていう結果もいっぱい出てるんですって。具体的にもう一回ちょっと聞きたいわ。例えばだけどこれ実際本にもなってるんですけど、タイトル忘れちゃったけど、ジャムを3種類かな、ジャムを何種類か少なめの種類を店頭に置きました、うん、でもう一つの近くのスーパーでジャムを30種類ぐらいいっぱい置いたんですね、うん、じゃあどっちが同じぐらいお客さん来るスーパーでどっちが売れるかっていうジャムがね、うんうん、いっぱい選べるじゃん、うん、だからどっちが
売り上げが上がるかっていう風にしたら、うん、そっちのちょっとしか置いてないジャムの方が売り上げが5割ぐらい高かった。え、それどういうこと？だから人は選べる選択肢があるほどストレスを感じる、うん、そういうこと。選べない。じゃあこの、あ、確かにな、この3つの中で選びなさいっていうのと、うん、これとって言ったら本当時間かかるし、めんどく、ある意味めんどくさい。そうそう、わかんないじゃん。これって美味しいんですかとかなんとかっていう、うん、いろんなことが頭に浮かぶけど、うん、そう、この4つとか3つでって言った方が、うん、そうやね、選びやすいね。そうだから、ね、これその本読んだ時にわーわかると思ったのが、チョコレート好きなんですよ、うん、スーパーに行った時に、うん、やっぱチョコレートのね種類がなんかいっぱいあるんですよ。とにかく板チョコもあるし、なんかこう血糖値上げないとか糖質をどうのとか、なんかいっぱい、とにかくいっぱいあるんですよ。それねずっと見てると20分ぐらい見てて、よし帰ろうなんか疲れるの疲れるの疲れるのすごいで、そこで変な言い方やけど、カカオ 70% とかなんとかかんとかどう違うねんとか言って、そう、わかんないの。買わないで帰ってしまう。それそうでしょ、うん、それ目薬もそうで、ね、私、うん、目薬もさ値段300円ぐらいからさ3000円とかまであるじゃん。わかるわかる。でもなんか書いてあるのがさ、うん、乾き目とかさ、うん、なんかビタミン A 配合とか300円のも書いてあるし3000円のも書いてあるじゃん。もうさ目薬欲しいと思うんだけど、もうわかんないから帰ろうって帰る。あの昔の薬屋さんで出してくれたらいいんだけど、うん、今のドラッグストアって目の前に自分で選べ状態や、風邪薬とかなんとか。そうそうそう、あ、わかる、それすっごいわかる。だからもう選べないから、結局ちょっと目が疲れたりとかパソコンしたりして目疲れてるから目薬欲しいと思うんだけど、300円の買ったらいいのか3000円買った方がいいのか、3000円の方が効果があるのか、でもインターネットで見たら3000円でも効果ないのもあるとか書いてあるし、もうわかんないってなって、分かる分かる分かる、もう買えないの。分かる分かる。だから目薬買おうと思ってもう1年以上買ってない。私もそう、分かる。で最終的にはあの薬剤師さんみたいにこれとこれとどっちがいいんですかみたいな、うん、そう。だからよっぽど多分物もらいできちゃったとか目が充血しても大変とかコンタクト入れられませんってなったら多分かもうそこ聞くんだと思うの。けどその軽症の状態でどうにかしようと思わなくなっちゃうんだよね、選択肢がいっぱいあると。わかるわかる。で結局そのさっきの話の続きじゃないけど、うん、その4つのジャムとこの30個のジャムっていうのがどう話が変わって、え、だから結局人がいっぱい、うん、人は選べるものがいっぱいあるほどストレスがかかって、うん、自分が何を選べばいいかがわからなくなる、うんうんうん、だから結果的にそのできることがいっぱいあるっていうことは自分が強みがわからなくなって、うん、自分が何者なのかがわからなくなる、うんうんうん、だから自信がない、うんうん、私とはこういう人ですよって言えるものがなくなるんですよ、うんうん、もう例えばですよ、うん、私ピアノもできます、クラリネットもできます、うん、ドラムもできます、うん、そして習字もできますとか、うん、なんか占いもできますとか、うん、料理もできます、うん、そして卓球もできますとか言ったら、うん、じゃああなたの強みは何ですか、いや全部できるんです。そうやね、まあその一つっていうのは選べないよね、わからないよね。でも例えば、うん、いや体を動かしたいと思ったら卓球ですとか、うん、もうピアノ弾きたいっていう気分になったらピアノです、うん、みたいな、うん、気分の問題になるじゃん、うん、そうや、うん、だから逆を言うと、うん、気分でコロコロ好きなものが変わっちゃうんだよ、うんうんうん、その時のね自分の心とかでね、そう今の心の状態で私が強みって変わっちゃうでしょ、うんうん、そうすると今はピアノですって言ったけど、次会った時は卓球ですって言ったり、うん、次は料理ですって言ったりするから、うん、結局自分が何者なのかが分かんなくなって、うん、その自分自身に不信感を覚えるんだよ、うん、人じゃなくて、うんうん、初めて聞いた人はそうなんだとか、うんうん、あんまそこまで真剣に聞いてないじゃん、うん、質問したって、そうやうん、一言やからね、そう、うん、別にその人と何回も会ってて、うん、毎回違うこと言ってても、うん、そんなに正直気にならないじゃん、うんうん、へえそうなんだぐらいの、うん、前と言ってること違うけど別にいいやってなるじゃん、うんうん、本人が一番心が気になるんだよね、うんうん、あれなんか私こう一貫性がない気がするじゃないけど、うんうんうん、なんか私得意なこといっぱいあって強みって言えてない私だから、うんうん、なんか言っちゃいけない気がする、自分を責めてくるんだよね、そう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 、だからまた自信がなくなっちゃうんだよね、
だから本当選択肢がいっぱいあるっていうのは辛いなって、うん、だから本当に3つっていうのがすごいんだって、うん、選択肢、3つ、それ何かあるの3つっていうの、3つっていうのがもう心理的に発表されてる中で一番ストレスがないんだって、うん、1個でこれで決めなさいっていうのもストレスなんだって、確かにそうや、1個って言うとね、うん、で2つ3つって言うとやっぱりそうやね、うん、3つぐらいっていうものが一番いいかもしれないね、自分の中でね、そう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 、だから3つの中から選びなさいっていうのがすごい気楽なんだって、うん、人って、うん、なんかそうやって聞いてるとどっちとかなんとかって言うけれども3つって言ったら選びやすいかもみたいな感じで、うんうんうん、2つじゃないみたいな、うんうん、どっちって言われたら逆にまたストレスが、うん、そうそうそう、どっちっていうのはどっちって結構辛いよね、うん、どっちだと思うっていうのだったら、うん、これ選びなさいと1個の選択権の方が楽なような気もするし、3つだったら3つですかってなんか笑ニコッと笑ってどれかなみたいな、うんうん、楽しみながら決められる感じがする、そうそうそう、へ、あのよくありがちなさ、私と私昔言われたんですけど、うん、付き合ってた人に、うんうん、俺と仕事どっちが大事なんだよ、どっちじゃんそれ、辛かったよ、わ、うん、かる、どっちって言われて、どっちって辛い辛い、うん、3つ目はないのみたいな、そうそうそう、3つ目が欲しかった、そう、あのどっちも好きっていうね、そう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 、どっちも好き、それいいな、どっちも好きっていう3つの中の選択で選ばせて欲しかったね、そうそう、どっちも好きなのって、うんうんうん、ただバランスがまだ分かってないだけで、うんうんうん、どっちも好きなのっていう、うんうん、そう、それ欲しいよね、そう、うまくこのねバランス、ウェイトをかけるのがまだ難しくてできてないっていうだけで、うん、両方好きなんだよね、うん、だからどっちってつらい、つらい、この2つ2者選択っていうのが一番つらい、うん、つらい、だってこっち選ばなかったらどうなるんだろうっていうことしか考えないし、うんうん、この真ん中にどっちもとか選んだらどうなるんだろうっていうのがあったらとしたら、うんうん、心がすごい楽になる、楽、そう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 、だから選択肢は3つぐらいが本当に気が楽なんですって、確かにね、うん、だから自分ができることも3つぐらいにしとくと、私はこれとこれとこれって言えるから、うんうん、自分自身が軸ができる、うんうんうん、そうそう、だから本当に何でもできるようになるっていうことは、うん、イコール克服してることはいっぱいあるけど、うん、浅くなってる部分がいっぱいあるから、うん、それだけ迷ってしまって苦しくなっちゃう、うんうん、だからその3つぐらいに絞るっていうのが ね楽なのかなって思っちゃいます。もう一回スライドいいですか、はい、下何書いてたかな忘れた、忘れちゃった、そう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 、そうで、さっきのんちゃんも言ってましたけど、うん、あの本当頑張ればとか、うん、やりきればっていうと本当に気づかないうちにね、うん、あの苦労する方を選んじゃうんですよ、うんうん、いや私は選んでないんですって言うんだけど、絶対に気づくと選んでる、そうだよね、なんかね、あの苦しいことをしないと成長ができないとか、うん、そう思うよね、とかやっぱり日本人って、うん、まあ私も日本人だけど、うん、我慢は美徳とかっていう形で育ってきたケースが多かった時に、うんうん、やっぱりこうできないとか無理ですっていう自分の本音が言えなくなる、うん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 、だからこれやってって言って、はい分かりましたみたいな、うんうん、そういうこうあの大丈夫ですよじゃないけども、うん、全部受け入れる、受け入れ癖がついてるみたいな、うん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 、で今だから分かるんだけれども、やっぱり無理なこととか、うん、それからちょっと苦手だなっていうことは、うん、心の中ではちょっと、ね、マイナス的なね、うん、いや、いやだなみたいな負のね、うん、なんかエネルギーがある中で、うんうん、頑張れる人はいいんだけれども、うんうん、頑張れない人にとっては、うん、毎日が闇、うんうんうん、それってすごいもったいないなと思って、うんうん、だから今やっぱりさっき言ってたあのできないことをいっぱいできるようにしてきたっていうことも経験をさせてもらった中で、今言うのはやっぱり楽しいっていうことで感じることを、うん、で楽しい中の成長っていう方がものすごくビュンビュン上に上がるっていうのは今わかるようになったな、うんうんうん、そうだよね、で褒められたら成長するしみたいな、うん、あそこ、うん、やっぱ褒められたいんだ、褒められたい、あすごいねとか、すごい例えばさ、うん、上手だねとか、うんうん、ここのとこもう少ししたらもっと良くなるよみたいな、うんうんうん、そういう風な褒められ方で、うん、あの上手になるっていう、うんうん、ワクワクした感じ、うんうん、あニコニコ笑せ、もっと書きたいみたいな、うん、やりたいっていう形の楽しさの中での、うん、
やることを、ただなんか知らん間にどん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 こう自分の才能やないけどできいいところがどんどん開花して、気がついたら成長してるみたいな、そういう部分がやっぱりあるんちゃうかなと思って、なるほど、なんかまあそこ別に否定とかじゃなくて、結構これ私は思っちゃうのは、褒められたからやるってやっちゃうと、褒められなかったらやんないのか問題になってきて、そう、確かにそれはね、言葉ではね、そう、それだとまた好きが分かんなくなっちゃうのかもしれないって思う。確かにな。なんかこれは私思うんですけど、バイク乗るじゃないですか、別に褒められても褒められなくてもバイク好きなんですよ、そう。でもこれ褒められたからバイク乗ってますとか、かっこいいですねって言われたからバイク乗ってますっていうのは絶対ないんですよね、私の中に。私ね、自分の話していい、あのね、私料理がすっごい下手くそだったの、それでもう本当にあのなんか申し訳ございませんみたいな、結婚しても料理ができなかった本当に本当に3分間クッキングとかなんとか見てて、ずっとメモリながら作っても4時間5時間かかるような人間だったわけ、それは。でもある時に1時間8品っていうところに2年間通うことによってすごい上手になって、で娘が生まれて、で娘がすごい美味しい美味しいとか言ってて、そうにこう美味しいとか上手ってなとかって言われることによって、もうその気になりすぎて、私料理がすごい得意になって天才だと思ってるのよ、だからその時のことを思ってきたら、苦手なんだけど楽しさを知ったことによって、それで美味しいとかなんとかっていうようなことが全部連動して、今私料理の天才やと思ってるんでね、でもそういういろんなことが、まあ人それぞれやけども、そのシチュエーションによって心地いいことを、でマリンちゃんが言う何も言われなくても好き、っていうようなことを、みんなあるんだけれども、それに気づかないだけであって、やっぱさっきの話だけ、いろんなことがつまつめになって、心の余裕があったんだなって思って、その時は余裕があるからその言葉に反応したりとか、好きだっていうことが分かったりとか、だから忙しすぎたらそこまで気づかないと思った。そうだよね、っていうかのんちゃんが私料理が天才っていうのを逆にびっくりした。本当、だって天才やもん。いやだって今までこの野菜買ったけどどうやって調理するのマリンちゃんとかなんかフェイスブックであげたやつとか、マリンちゃんあれどうやって料理するのとか、すごい、どうやってあれ作るのとかすごい聞くから、苦手なんだと思ってた。実は天才なのよ。でそれで天才だからこそ、それどうやってやるんだろうなって聞きたくなるような、みんな、あの新しい料理とかそういうのがあった時に聞きながら、あ、これとこれとやるんだみたいな組み替えとか、多分こういう味になるんだろうなとかって思いながら実際作ってしまうのにね。だから新しい発見。ほんま、だって本当になんかヤーコンってどうやって作るの、材料になるの、とか、グラタン作っただけなのにグラタンどうやって作るのとか、なんか簡単じゃんみたいな。でもね、その人それぞれの具材だとか作り方とかっていうのにすごい興味があるから、だからいろんな人の話を聞きたいの、料理の。だからそこにすごい意外だった。そこにだからこれってすごいと思いません？だってこれの料理どうやって作るのとか、まあそれが私すごい料理得意なんですよって言うんだったら分かるけど、のんちゃん一回も得意だって言ったことないんですよこの材料分かんないか、あれも分かんない、これも分かんない、料理に関して分かんないこといっぱいでって言ってたのに、突然私は天才だったじゃんっていうわけですよ。本当に本当に、あの実は天才なんですよ。だからこれって面白くないですか？私本当のんちゃん料理得意じゃないのかなと思ってましたもん今までの何回も私料理あんま作れなくてねみたいな話をずっと聞いてたから、ラジオ以外で。でも天才だと思ってると思わなかった。そう、でもやれば本当天才なの。だからこれって別に人がどう思ってても自分が天才だと思ってたらいいんじゃんっていう話なの。そうなの、そうなの、そうなの、そうなの。何が言いたいかっていう、そうなの。人が、私は本当のんちゃん多分下手なのかなって勝手に思ってたけど知らないから、そうだけど本人は天才って言ってて、
で天才だと思ってること私が嘘だとか言う人なくて、そうで言われても自分は天才だからって言って軸がぶれないの、うん、だから全然ありだと思ってて、そう別に人が何と言おうと自分が天才だと思ってたら天才でいいんじゃない。だからさっきのね話いろいろ聞いてた中でね、うん、たくさんの中でこれが得意あれが得意あれもできるこれもできる、うん、あれもできるとかって言って確かに私も割とあるのね、うんうん、だけどその一番の強みは何ですかってマリンちゃんが言われた時に、うん、私の料理天才っていうのも今こう話してるからできてた話で、うんうん、そうやって聞かれても多分あえ私の強みってなんだろうっていうぐらいの領域だったわけよ、うん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 、あの強みやと思ってなかった、うん、だけどこの3つの中でっていうさっきの話の中で3つって何なんだろうとかってちょこちょこっと考えた時に、うん、何が天才なんだろうって私考えてるの、うん、自分の中でね、うん、え何が洋服でしょとかそれからあこれでしょみたいな時に確かに3つにあった時にたまたま料理の話になったから、うん、天才やって言ったんだけど、うんうんうん、この自分その、 あの 今のいろんな話の中でねその思わなかったって言われても自分は天才だからって思ってるから、うん、えって思わないし、うん、否定されてるとも思わないし、うん、それってさ何でも自分は天才だって思うのを一つでも持ってたら、うん、いいんちゃう？うんと思う、うんうん、そう全然いいと思う、そう、うん、だって考え方は自分は天才、そう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 、だって本当にこれって冗談じゃなくのんちゃん今まであの多分録音してたら分かるんですけど、うん、何回も私は料理ができないってずっと永遠に私に言ってるんですよだけど本人天才って言ってるんですよ、ここでこれすごくないですかそう天才なんです、うん、これって面白いなって思うんですよね、すごい、うん、本人はできないって言ってんのになぜか料理の天才だって言って私は天才だから素晴らしいって言える、うんうん、だから人が何と言おうと人に何て喋って言おうと私は天才だと思ってたら天才でいいんじゃないかなって、そうなの、うん、何でもそうだと思う、うん、だからそれを言えないっていうことがやっぱり自分のやりたいことが分かんないことで、うんうん、そこが問題なんだと思うんですよ、自分が何が好きかが分からない、何ができるか分かんないって。で逆に私調理師専門学校行ってて、うん、調理師だから本当にもう包丁とか研げるし、うん、普通に扱えるし、うん、もう1時間で 5,6 品作るなんて全然できるけど、うん、料理本当天才だと思わないですもん、うん、えそうなの、うん、えなんでそれは、えめんどくさいからたったそれだけで、うん、そんだけできるのに、そうもう誰ができますけど料理はもう本当に天才だと思わないです。えじゃあマリンちゃんが天才だと自分で思うのは何なの？私はあの今日最後に言おうと思ってるんですけど、うん、私できないことがあるんですよ、うん、その察するとか、うん、うん察してほしいとか分かってほしいとか、うん、そういうこと言われても無理なんですよ、うん、なんだけど逆に推理するっていうのがすごい得意なんですよ、推理、うん、だから例えばでしょ、昔高校の時に、うん、もう本当にちょっとね悲しい出来事なんですけど、うん、私のお友達がカツアゲされてしまったと、うんうん、そうしたらいやカツアゲされちゃったから本当は東京行くためにバイトも貯めたい、うん、バイト代を下ろしたと、うん、だけどそのバイト代を下ろした後にカツアゲされちゃったから東京に遊びに行けないかもみたいな話を友達からされて、うん、その3人でカツアゲされちゃったらしいんですけど、うんうん、そこで私がやったことは、うん、えそれってどう情報を聞き出したんですよ、うん、いっぱい、うん、いくつか、うん、そしたら自分の高校の先輩で辞めた先輩であろうということが分かったと、うん、で名前もなんとなく下の名前だけ分かったと、うん、そっから全部調べて、すごい誰が犯人かを割り当てて、え名探偵コナンちゃんみたいな、そうか先生に多分この人たち犯人だから多分この人の写真見せてもらってって言ったらもうバチバチ当たって、すごで結果的に あいつが犯人の一味だったんじゃないかって言われたんですよ、そんぐらいその何か問題が起きましたとかっていうことに対して情報をもらうとバン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 ってなんかもう頭の中で推理が起きてきて、こういうことじゃないかああいうことじゃないかって言って証拠とかそういう物説、うん、なんかいろんなことが全部筋道が立つんですよ、で多分こういうことだと思うよとかって言ったりすると正解だったり、うん、本当に
違う話とかでもその人の人生の話とかでもその人の話をいっぱいしてもらったりすると、あ、多分こういう風になっていくと思いますよって言うと当たるんですよ。へー、すごいね。そうだけど、だけどですよ、私に何も言わないのに察してくださいとか、なんか寄り添ってくださいとか言われてもえ、もう無理です、本当ごめんなさいっていうのがある。うん、そう、なんか例えば母とか、はい、もう分かりやすくと母がですね、昼間に実家帰ったら言うわけですよ、今日はですねお好み焼きを作るために鉄板焼きにします、あ、そうなんだ、あ、いいよね、美味しいよねって言うと、そしたら夜ご飯の前になってきたら、今日は鉄板焼きです、あ、分かってるよってなるじゃん、鉄板焼きだから今日野菜も焼こうと思うし、お肉も焼こうと思うし、あ、そうなんだ、そう、いいね、え、だから鉄板焼きだからって言うんですよ、何が言いたいと思います？買ってきてって、野菜と肉もうお買い物してある、あ、焼いて、でしょ、わかんないでしょ、わかんない、ホットプレートを上から出せってことなんですよ。そんなんわからへんや、言ってくれへんかったら。そうだけど、そういうのをなんでわかってくんないの、さしてって言うんですよ、めんどくさいだけどなんかそういうことを言われるともうほんとわかんない、で父と一緒に、え、ほんとごめんだけど本当にわかんないって言うと、母はなんで分かってくんないの、なんで察してくんないの、え、そこみたいな、いや、すごいなんか切れてくるんですよ、けど分かんないじゃん、分かんない、だから本当に今日私はその苦手なこととかでできないっていうことを言っちゃいますよっていうのは、察してくださいとか分かってください、寄り添ってください、え、すいません、ごめんなさい、分かりません、無理です、私になんか言わないけど、なんか文の一行から察してくださいとか寄り添ってください、もうほんとごめんなさい無理です。でもさ、なんか私そういう風に無理ですとかっていうのみんな言えないと思うけど、言ったもんが勝ちやと思ってんだよね、だって無理なことっていうの無理ですって言ったら頼まれないし、あの子に言っても無理だっていうに分かってもらえると、そうが楽やん。そうだって私さ、ほんと20歳ぐらいの時のお友達、女の子たちに、なんかマリンと喋ってるとお父さんと喋ってるみたいとかあの彼と喋ってるみたいって言われたの、なんでだろうと思ったの、その当時、要は私寄り添わないんだよ、察してあげたり大変だったねとか言わないのよ、もともとがさ、その分析して問題を解決するっていうのがめちゃくちゃ得意でしょ、だから何か言われたらこれ問題だなって言って解決する方法を考えちゃうんだよね、何でも。だからお父さんみたいとか言われちゃうわけよ、思考回路がね。そう、要はね、そういう解決しようとしちゃうからさ、だからそういうことなんだなって分かった時に、もう昔から寄り添ってないし、昔から察してないのよ、その話に。いくら私も今カウンセリングじゃないけど、ボイスアウトっていう潜在意識書き換えてることやってるけど、私に寄り添ってください、私の悲しみに寄り添ってください、え、ほんとすいませんって申し訳ないですけど寄り添えないです、私一回で解決することはしますと、あなたが悩んでる人間関係の悩みとか困ってること一回で解決させます、その代わり寄り添うのは無理です、無理です、はい、冷たいんじゃないです、無理です、脳の思考回路は。いや、今ね、その今日のテーマもそうなんだけど、私たちっていうのは、2人ともね、特殊な生活をしてるのかよくわからないけど、このいや、できませんとか苦手ですからごめんなさいっていうに言えるような、言えるようになってるやん、もうすでにね。でも他の人たちっていうのは今真っ只中にいるかもしれないっていう人に対して苦手なこととか嫌だことは嫌だっていうこと、やっぱりそれは難しいっていう風な感じで今やっぱ思ってる人がいると思うの、なのでまず最初にこういうことからやってみればっていうところで、今日はマリンちゃんどういう風にお話ししてくれるのかな。単純に、それってさ、苦手なことが苦手だって分かってないからじゃない、じゃあみんな苦手なことっていうことを、だって要は苦手イコール乗り越えたら成長できるものと思ってるから、苦手なことって認識してないんじゃない、じゃあみんな苦手だからやんなくていいって認識してない、はい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 、みんなそれぞれ違うもんね、苦手なところがね、そう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 、だから自分って何が苦手だっけっていうふうに思うことは必要やね、そう、そこにまず気づくことだと思うの、
ちっちゃいことでもいいやんな。例えば、うん、包丁使うのが苦手でそれでも構わないし、そうそうそう、友達と友達に電話したりとかして、あの話するのが苦手っていうのもあるよね。私電話するの苦手、ほんと電話やだ。私も私で私 LINE が苦手。あのね、あのこれあのちょっと余談になるけどいいですか。私関西人だから、うん、何々するなとかするねっていうことをするなとかっていうの、うん、でそれを文章で例えば今度電話するねって言ったら分かるんだけど、うん、電話するなっていうのと、うん、なとねって使い方が一緒なのよ、うん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 、関西では私の田舎では、うん、だから電話するなって可愛く書いたつもりが向こうの人が電話するなっていうに感じがして、そういうことか、あそういうことか、そう、あそっかそっか、今音で聞いてたから分かってなかったけど、うん、そういうことか、そうだから電話するねってねを書けばよかったんだけど、うんうん、ねとなの表現が同じなので、うん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 、だから今度するこう会おうな、会おうねっていうの、会おうなっていうのと一緒で、うん、また今度電話するなって書いたら電話するなって、うん、関西の人それどうしてんの、文章そうじゃん本当。だから例えば後で学んだんだけど、するなっていうところに矢印を上に書けばよかったのね、うん、あそうすると文章でもいけるの、まあ、するなって上に上がるから、いけるんだそれで、そうあの矢印上に上げるとね、ねえみたいな、いけるんだね、うん、それは東京の人でも、うん、あよくわかんないけど、そういうことってなるの、でするあの東京の人はするなとかっていう表現はしないの、うんうん、だってするなに聞こえられるから、うん、でも関西の友達はするなとか、うんうん、電話するな、うん、今度会おうなって言って、うんうんうん、お互いにコミュニケーションを取ってるから、うん、文章でも分かると思って、うん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 、するなって書いたつもりだったのに、うんそうだよね、向こうはするなって受け取って絶交されたの、え絶交、お前とは付き合わないみたいな、なんでするなって言うねんみたいな、あの憤慨したわけ。だけどさ、普通の仲いい会話してる間なんでしょうそれって。っていうのに、そのするなっていうことの取り方がちょっと違ってたの。うん、温度差があったの。そう、普通の仲いい会話してる、するな、するわかんないけど、するなってなるじゃん。うんうんうん、そこってなんか察しないの？それがその時たまたま多分相手のお友達のこのなんていうの、機嫌っていうか。うんあの取り方っていうか、うん、その時がなんかちょっと違ってたのか、うんうん、おもむろに私はまた会おうなみたいな感じでやったのに、うんうん、あのその電話するなに取られたわけ、でそこから私文章ってすごい怖いなと思って、あ確かに確かに、あそれわかるわかる、うん、なので、うん、電話とかその、うん、メールとか LINE とかっていう相手の表情が見えないコミュニケーションっていうのはすごい怖いの、うんうん、あ作られるからね、うん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 、でもこうやってマリちゃんとお話してるようにこうやって話してた言葉の中でも表情があるから、うん、えそれどういうことってあ分からない顔してるから、うん、あ例えばねっていう、うんうんうん、それあるじゃない、うんうん、それがねやっぱり、うん、LINE とか電話では無理、うん、そうだよね、まあのんちゃんちょっとラストになるんで、のんちゃんが今年もう辞めることは何ですか、辞める、うん、降参すること、あ降参するのはね、私ねイメージとか発想力とかすごい私あるの、うん、だからこうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないっていう、私あの言うだけ人間みたいな感じで、うん、こうやって言ってるとこの辺で、うん、分かったっていうことでちょっと形にしてくれる人とかいっぱいいるから、うんうん、例えばちょっとあのワークショップとかって成り立ってるんだけれども、うん、あのそれをさせてくださいみたいな、だから私は言うだけ人間なのでごめんなさいみたいな、はい、あとは形にする人は隣でお願いしますみたいな、他力っていうか人に任せるっていうこと、それを今回も今年はもっとたくさんいろんな人たちに協力してほしいなと思って、だからみんな役割分担っていう人たちが集まれるような、そういう風なものに今度してほしいなと思う、だから言うだけ人間、うん、言うだけなんですけどすいませんっていうような感じで、うん、ごめんなさいっていう、他まとめるのは苦手なんですみたいな、うんうん、そういうことをきちんと自分で表していこうと思ってます、うんうんうん、そう、はい、もう本当は聞いてる方、はい、今ののんちゃんのでもいいわけですよ、うん、世の中って、うん、だからそんなに難しく考える必要なくて、うん、本当に得意な人っていっぱいあるから、うん、そのできること増やすとか、うん、乗り越えてできるっていうのは、うん、得意な人の役割を奪うことにもなるわけですよね、うんうんうん、だからできることが何でもすごいことではなくって、うん、むしろできないっていう風に言っちゃった方が得意な人いっぱいいたりもするし、うんうん、その人たちの方の世界を今度覗けるようになったりとか、うん、こういうことってできるんだとか、うん、
自分の小さいこのスパンの中から大きいことに広がる可能性っていうのはすごい大きいと思う、うん、そう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 、うん、でほんとこれ私いつも YouTube 好きだから見てますけど、 YouTube だったり、うん、頭の人もそうですけど、うん、できないことできないって言っちゃってる人の方が多いです、うん、もうごめんなさい無理ですって、うんうん、で逆に生きるの苦しいって言ってる人ほど乗り越えなきゃできないって言っちゃいけない、うん、怒られる、うん、迷惑かける、うん、迷惑かかってないです、うん、かかってないです、できないって言っちゃった方が、認めちゃった方が、あもうこの人に頼むのやめようって言うから迷惑かからなくて済みます、うんうん、はい、なので2022年、あのできないことはできないって認めてもいいのかもしれないっていうところからスタートするっていうのもありかもしれない、うんうん、そうだね、その方が楽にっていうか楽しくね、うん、自分の心の余裕っていうのを持ちながら毎日が楽しくできるので、そう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 、できないことチャレンジするとその分時間かかるけど、できないことをやめてみると隙間時間があるからその分できることも増えて、ちょっと価値観があります。それと自分ができることは天才って思った方がいいです。いやそこは別にどっちでもいいです。はい、天才と思わなきゃいけないと思っちゃうとまた苦しくなるから、そうだね、はい、自由でいいです。そうだね、はい、ということで2022年もよろしくお願いします。今日もありがとうございました。